レビューチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ベリーズ工房です。徳永千奈美です。夏焼雅です。菅井里子です。さあ、今ご覧になっている皆さんはその芸能界とか興味あると思うんですけども、はい、私たちベリーズ工房はですね、3月3日でデビュー丸10年になります。イエーイ。長い10年。長いね。どうですか、デビュー当時の思い出とか、あとはオーディションの時のなんか思い出とかありますか？もう思い出はね、やっぱ10年もやってればもういっぱいあるんですけど、でもやっぱりオーディションの時はすごく緊張したし、だけどなんか目立つことがすごく好きだったのね。そうだからオーディションにもあのすごい全身ピンクみたいなもうなんかバービー人形みたいな。そうだね。なんかその当時ルーズソックスが流行ってたりとかして、もう本当に流行りを取り入れた、ファッションで、ファッションでそう言って、もうとにかく目立とう目立とうと思って目立ってた、まあ、リサ子もある意味目立ってましたね。骨折しちゃってたからちょっと。あ、そうなんだよね。そうそう、この状態で歌を歌うっていう。いや、本当に恥ずかしかったし、なんかすごいいろんな会うたびに、いろんな人にどうしたのってすごい聞かれて、もう毎回恥ずかしい思いをしてたのが思い出に残ってる。だってさ、それがさ全国に流れちゃうってさ。そうだよ。それすごいよね。タイミング悪いよね、すごい。いや、でもそれで受かったのはね、まあイメージつくもんね。骨折してた子ですよね。そうだよね。そうそう、確かに。だからインパクトってすごい大事だから、自分のこうアピールしたい部分をどんどん出していけばね、いいんじゃないかなと。はい、ぜひ皆さんも頑張ってもらいたいなと思います。頑張ってください。さあ、私たちベリーズ工房は2月26日にベストアルバムをリリースしました。はい、今回はですね、あのこのアルバムのために2曲新曲を取りまして、結構なんか大人っぽい曲もね、そうですね、なんか女の子とかすごい共感してもらえるんじゃないかなと思います。そしてメンバーのおすすめ曲とかもたくさん入ってますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、3月1日からデビュー10周年記念コンサートツアーが始まりますのでね、はい、ぜひぜひお時間ある方は遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。以上、ベリーズ工房でした。バイバーイ。